急に無音になったぞ今、はい、無音になっちゃった。もう一回行こうマイクが上がってなかったんじゃないか。はい、あ、トゥービーのハキビだよハキバでアイドルしてるよ。エアアイドルね。同じじゃないですかこれ流れこれちなみに2回目だったんだけど何も変わらずに無音で終わってしまったんだけど、ハキビだ。はい、よろしくお願いします。ハキビです。よっ、はい、2B のもう一人のアイドル、りょうたんです。よろしくお願いしまーす。りょうたんりょうたんちょっとすみません、消えてたんで、佐々木です。よろしくお願いします。はい、佐々木さん。ということで、ニコ生ラジオということで始まりました、はい、今回から始まりました、この 2B と佐々木の、はい、はい、グロウィン、あ、グロウィン 2B、 グロウィン 2B、 2B、 2B 言いづれーけど、ごめんなさい自分で作ったんじゃないですか、ちょっとちなみに結構あのドタバタの中1回目だからね、これちなみに、はい、ちなみにりょうたん1分前、ね、1分前にしますから、ちょっとりょうたんが1分前に到着して、はい、すいません、いや、よく間に合ったね、はい、舞台があったんだって。はい、舞台のけもう化粧のままみたいな、ね、舞台の本番終わってすごいね、来ちゃったみたいな、ね、すごい顔になって。何時に終わったんだっけ。9時で30分で来た。9時にギロッポンでした。うわー、よかったね、りょうたが来てくれたおかげで。いやいや、あれってこの時間あれだよ、あきみとさきちの恋愛相談室みたいになってなるとこだった。でもそれはそれでなんかなかなかレアな感じでいいんじゃないですか。いやいやいや、大変なことになるよそれは。そんなね、そう、はい、みんな聞きたいのは女性の声ですから。いやいやこう言っていないとね。そうそうそう、あけみちゃんだって、あ、私もこう言って、サクサの髪も真っ赤だからこう言って、ブレてた一人、こう言ってが3人もいる。ということで、まあ、どんなやつなのか自己紹介しつつ、はい、いいんじゃないでしょうかね。はい、そうですね、私佐々木は、まあ、秋葉でいろいろやらかしています。秋葉の妖怪になったりとかしてます。なんか雑誌漫画に出てらっしゃいましたよね。そうなんですよ。なんかコンビニで立ち寄りしてたら、やめろよ、佐々木人いると思って、すごくびっくりして、ああ、ね、こちら、こちら、はい、めっちゃ、こちらあります、なんか手元に、手元にありますけど、これです、これですね、これ出してもらってて、これ、ね、びっくりしちゃいました。モンスガっていう、そうそう、ね、そうなんですよ。あけちゃんに、あけちゃん、佐々木さんがいるんだけど、ね、みたいな。2次元に行けたのだ、ね、ついに2次元に、2次元に行きたかった。そっくりでしたね。いや、まんま佐々木さんやったからな、ね、ありがたい。最初見て、あれって思って、思わずつぶやいちゃったけど、うん、はい、そうなんだよ、ま、でもね、それ以外にもブロードキャスターとしてこう、そう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 、あれで、まあ、そういろいろと活動してますよ、はい、はい、まあ、私なんかアクセサリーとかすごい作ってらっしゃるのを見せてもらって、うん、そうそうそう、すごい素敵なアクセサリーの数々で、あっ、出てきて、今出てきた、出てきた、なんか出てきた、なんかカシャカシャ、ジェラルミンケースか、かっこいい。これ見えるのかな、みんな見えるのかな、素敵ですね、この手先も器用な感じ。自分で作ってるんですか。これ全部自分です。嘘って言ってたから、まあ、痛いし、もうそういうことじゃない。張り切ってあげて、張り切って自分で言うことを締めた。俺はそんなにですよ、俺はもう別にそんな。いやちょっといつか 2B 用に作ってくださいよ、ちょっと。あ、 2B 用ね、 2B 用になんか、 2B 用にね、赤と緑何か、うん、ね、指挟んだんですよ。そっち気にしますよね。見えないから悔しくて。今のなんでニコのはラジオにしたんですか。まあまあ、まずそこですよ。ラジオがいいんじゃないですか。ラジオがいいんです。ラジオがいいんです。なるほど。はい、ということで、はい、2B のお二人の自己紹介もあります。はい、2B、あけびとりょうたんのユニットでございます。はい、これ秋葉原を中心にですね、はい、あの池袋だったり新宿だったり、うん、まあ、あと日暮里、はい、日暮里だったり神田、はい、エコダーとか、とにかく呼ばれるところにはどこにでも現れる、うん、という感じですね。うん、はい、で、あのスタイルがちょっとこちら変わっていて、うん、あれなんですよね、うん、よくわからないですけど、うん、あけびだけ苦痛なんですけども、はい、牛乳を飲むんですよ。こう飲みドルというか、うん、飲みドル、飲みドルなんですかね。飲みドル、あの曲も歌ってるんですよ、うん、歌ってるんですけど、なぜか知んないけど牛乳を飲むんですよ、乾燥中に。パフォーマンスじゃないんですけども、なんかね、牛乳を飲むんですよ。なんかりょうさんが持ってきたみたいで、あ、そうだ、ちょっと待ってよ、ちょっと待ってよ、飲む、なんでやるんだよ、え、飲む、ちょっと待って、なんでやるんだよこれ、え、テッテレー、本当だ、ちゃんとある、テレレレ、うん、飲む、うん、これさ、うん、あ、ごめん、かぶってた、ごめんね、そんな感じでね、はい、一応アイドルライブで歌を歌わせていただいていて、うん、アイドルっぽい歌とか歌ってるんですけど、はいはいはい、気がついたら相方のあけびちゃんがいっぱいなんか牛乳飲んでるんですよ、ほう、はい、ね、うん、これ夏のね、子供相談室とかあったらぜひこれをちょっと佐々木先生に相談したいよね。なぜ僕は牛乳を飲んでいるの、僕、
なぜ私は牛乳を飲んでいるの？今日鋭く突っ込むね。本番終わった後だからちょっと脳冴えてるでしょ。ちょっといつもほんわかしてほわーんってしてるのに、ちょうどいい声が出てる。めっちゃ冴えてるから。ちょうどいい声出るかもしれない。マイクから離れても全部入るみたいな。怖い。素晴らしい。ブラボー。イエイ。ブラボー。牛乳も用意してると思わなかった。はい、そんなね、はい、あのうちらと腕こう、はい、作っていこう。まさかのタッグ。はい。いやー楽しみだった。いやね、これちなみに本当にね、企画の段階でちょっと佐々木さんのところに遊びに行ったら、うん、なんかちょっとラジオやりたいねみたいな話になって、うん、そのままここまで行き着いちゃったからね。ねえ、そうなんだよ本当に、うん、あれよあれよという間に。そうでしょ、一番置いてけぼりだったでしょ。そうだ、ね、俺来ただけだったんだけど。いやだからもう本当にありがたいですよね、こうやってちゃんとおしゃべりする機会っていうのが。なかなか私たち番組なくなっちゃったからやめろよ。ちょっとちょっとネガティブから入っててください。春までやってたんですよ。はい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 、FM 玉川で 2B の 2B コンティニューっていうラジオを5分ぐらいやってて、ゲストにね、そう一度一回そう流してもらって、ね、でもらって、その時初めましてだったのに、うん、初めましてっていう感じじゃなく、ハケビちゃんとの、うん、あの声のトーン、ハモり具合、自己紹介みたいなのが、そうそうそう、なんかコンビみたいですごく、なんかコンビみたいになってる。ああそうか。なんかお互い、どうも佐々木でーす。どうもハケビでーす。ダブルウィングでーすみたいな。そうそう。なんか二人ともなんかポジションがウィングだったっていうところから盛り上がって、どうもどうもダブルウィングでーす。みたいな。そうだね。そうなんです。はい、今やってる。初回からね、あのなんか佐々木さんと相性が良かったんだよね。うん、でほら、あの、うん、佐々木さんが実際やってる番組に一度うちら、ゲームの、あ、ゲームストツーかなんかやる。やりましたね。プロプロとかね。そうそう。あの時もお邪魔しました。秋晴れ小晴れはね。はい。あれもすごい波長が良くて。いやもうありがたい。これね、だから佐々木さんから話してくれた時、あこれはこれでやってみたら面白いんじゃないかと思って。ね、ちょっとね。まあ、あの30分前までドタバタしてたけどね。あ、そうそう。でもね、こんな話したらね、もうね、8分ぐらい経ってる。あ、やばいやばいやばい。やばいんだよ。やっぱ30分あっという間ですね。あっという間なんですよ。だからね、そさっといかないといけない。この番組は、これからいろいろコーナーをね、うん、作っていきたいんですけど、まずこのラジオでね、はい、一番みんながやりたいというか、うちらがやりたいのが、はい、あれなんですよ。企画わかってるんですね、いくつか。そう。企画。はい、まずこの即興ラジオってやつですよ。ラジオドラマ。あ、ラジオドラマ。ラジオドラマ。おお、はいはい。これですよ。ね、これがやりたいです。今ちょっとわからないかもしれないですけど、佐々木さんかなりいい顔しましたから、ね、これやりたかったんですよ。これやりたかった。即興ラジオドラマっていうのはどんな感じなんですか？要はあれでしょ？その即興で。設定があって。例えば、さあ、設定を作るんですよね。こう一個だけ、うん、も例えば今日、じゃあ今日は、はい、もうやるかじゃあ今日。早いですね。早いっす。こんな感じでいくよみたいな。今日は例えば入学式とか。入学式。あけびだ、あけびだの主人公。あ、ストーリーテイラーみたいな。そう。ストーリーテイラーみたいな。うちは途中勝手に入ってくるから。登場人物で。なるほど。ああ、そういう感じで。そうそうそう。主人公の内容は任せるわ。あ、じゃあ、入学式？そうそう。入学式っていうテーマだけが決まってるってことですか？そうそうそう。あとはもうフリーダー。で、始まる前に。見てるリスナーの方にコメントを、はい、そのコメント、うん、このコメントその間に言ってくれみたいなのを、ああ、このセリフをセリフを単語かワードをいただこうってことか。それをその即興の中に入れなきゃいけない。絶対入れんの、絶対入れんの、絶対入れ絶対入れなきゃいけない。これだって全く卒業式に関係ない、うん、アポーンとかなんかあったらあれでしょ、裏席みたいなギャグ作って俺車からなんか跳ねられなきゃいけないでしょ。下ネタとかはね、ちょっとあれ控えてもらう感じですけど、うん、はい、まあまあやれたらいいなと。ちょっとワクワクするな。いやいや、俺勝手に主人公って振られてる。そっちの方が怖いよ。いやいや、主人公って。まあ、はい。うん。いいじゃないですか。まあお互いのイマジネーションがうまく噛み合ってくれるといいけども。そう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 。じゃあとりあえず入学式。ね。コメントもらえたら嬉しいですけどね。そうですね。聞いてる方いたらね、聞いてる途中でもぜひぜひこのセリフ言ってくれみたいな。ね、ちょっと皆さん助けてください、初回放送なんで。ぜひぜひ。聞いてくれてる人はちょっとぜひ。ぜひぜひ。ないとうちらで作んなきゃいけないって寂しい状態。あとは、まあ、お互い用意しても面白いですからね。まあ用意してもいいと思う。お互い用意して違う人間に言わせるってこう三組だからちょっと。用意してもいいね。誰誰か誰誰これ、うん。まだキャラクターがつかめてないこの状態で作るのが超面白いと思う。はあ、すごいドキドキする。うん。俺わかんないっすもん、だって佐々木さんとかね、どんなキャラ出してるのか。ラジオで喋ってる感じはあるけど、いや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 、なんかこの引き出しの多さがなんかこう、うん、もうなんか無限大みたいな。
そんなことはない。これは分からんから。じゃあ、うん、リュタンがアキビタンにセリフを、はい、なんか考えてあげる。で、俺がアキビタンが俺に、うん、で俺がリュタンじゃん、はい、なるほど、はい、決めましょうか、はい、ああ、はい、そうしようか。シンキングタイム番組の中でちょっと、ね、もしよかったら、うん、今わわわわって書いてくださいね。そうね、もらえると嬉しいよね。シンキングタイムスタート。急にお客さんに宿題を与えちゃったよ。夏休みだからこれ。これラジオっぽくない？ティリリリティティ。自分の中のラジオどんなイメージだ。違っちゃってるかな？ちょっと BGM も流すね。はい。そんな感じ。どういう感じのなんか叫ぶ系がいいのかな？いやまあ様子。今来ました。洗濯機。ああ。すげえ単語だ。洗濯機は面白いかもしれない。でもこれ誰かが言うんですよね。誰かが、あ、そうか、そうだね。これは決めずに誰かが言ってクリアをしよう。洗濯機ね。とりあえず洗濯機をどこかで行く感じですね。はい、はい。洗濯機はなきゃダメだね。洗濯機はね。洗濯機はね。そうか、ケビちゃんに言ってほしい単語か。え、佐々木さんだったらなんかすごいときめくワード言ってほしいのにな。あえてなんだこれは。席変わるもん。今21になってるけど。これ。そうか。まあ今洗濯機出た。洗濯機って単語がちょっと、ね、時間もしてくるので、ね。じゃあ、うん、45分スタートしましょう。ああ、そうしましょうか。ラジオドラマ。ではでは、はい。そうですね。あけびちゃんは、うん、私牛乳大好き。お。オッケー。私なの。分かった。はい。私牛乳大好き。私牛乳大好き。大丈夫。はいはい、いつもの気持ちで言えば大丈夫だから大丈夫だよ。可愛らしくね、可愛らしく。もう女の子設定みたいになるじゃんこれ。いやいやいや、なるほど。そこはね、そこは分かんないよ。分かんない、そこは分かんないです。そこは作っていただいて。分かった、分かった。じゃあ私牛乳大好きか。あ、じゃあ俺もじゃあ、うん、佐々木さんに1個、はいはいはい、単語出すわ、うん、コーラ超うめそれいつもの俺だな。はい、はい、コーラ超うめ。超うめ。どっかで、はい、どっか使ってください。はい、はい、わかりました。お互いほら、ね、得意なちょっとワードとかフレーズを最初に言ってもらった方が、はいはいはい、了解、はい、そうだね、やりやすいかもしれない、やりやすいかもしれない、まあ、まずね、まあまあ、そんな感じで、はい、じゃあそろそろ、じゃあちょっと BGM を流しつつなんで、はい、あ、やべえ、もうか、はい、わかりました、流しつついきましょうか、はい、はい、ちょっと BGM こっち一回聞けるかどうか、はい、流しましょうかね、はい、はい、第1回目ということで、手探りですね、結構ね、そうなんだよ、手探りのままやってるからこんなんだよ、すごい入学式っぽいね、これなんかほんわかのね。いっちゃうのね、はい、これちょっと雰囲気いいんじゃない？いいですね、うん、何か物語が日常の、じゃあこれでいきましょうか、はい、ということでじゃあ、はい、そろそろスタートで、はい、皆さん交互期待、はい、まあ、入ってくるタイミング、まあでもアケビだから、アケビ主人公だからアケビが最初に喋んないと始まらないので、そうよ、そうよ、分かりました、あのセーラームーンみたいな感じで、あ、佐々木さんに愛してるベイベー、愛してるベイベーって言ってほしい、これはじゃあこれは佐々木さんから来たから、これを最初にやりましょう、はい、メモってください、もう今締め切ったね、メモってください、いや確かに確かに言ってほしい、やったー、何これ、もしもね、どっかで洗濯機はどっかでみんなで、なんだろうこのコメントの人、本当、ね、超素敵、私超素敵とか言う、そんな素敵とか言ってる旅団に洗濯機お願いします、はい、あ、そうか、今のところないから洗濯機じゃ使っていいよ、はい、洗濯機使っていいよ、それ使っていいよ、洗濯機使っていいよ、洗濯機、じゃあそろそろ行きましょうか、あ、はいはい、はい、うわ怖い、ということで、はい、佐々木師匠 2D の即興ラジオドラマー、テーマ入学式、くれねえんだよ、いやだってあんた全然起きないから、母さんずいぶん年取ってるな、やばい、とにかく母さんちょっと支度をして、支度、あー今日の朝ごはんはね、ご飯と牛乳と卵焼きと目玉焼きと卵焼き、長いなお母さん、でも私牛乳大好き、で牛乳だけ飲んでちょっと支度をするから、ちょっと待って、ちょっと待ってくれよ、なんで飲むの、やっぱり牛乳はね身長も伸びるしね、健康になるし、イライラも、うん、ごちそうさま、もう一本飲むかい、もう大丈夫、もう支度もした、制服も着た、ズボンも履いた、ネクタイもした、じゃあ行ってきます、行ってらっしゃい、バタン、い
さんなんだろうね。もう高校生なんだからやりたいことやらしてもらえばいい。さて、今日から高校生か。俺の通う高校は、都立第三高等学校、通称三高だ。女の子が多いって聞くから、彼女とかできたらいいな。高校生デビューなんつって、へへへ。あの角を曲がったら学校が見えるんだよな。よくアニメとかであるけど、角と角でこうすれ違ってこうガンってやったら可愛い女の子がこう出てきて、ここから運命の出会いが始まってアニメだとドラマ始まるんだよね。うわっ、ダーン、いってー、ちょっと前ちゃんと見て、うん、なんだてめえ返して僕の青春あれ、え、あけびたんじゃない？俺だよ、俺、小学校で来ちゃったな。誰だよ、だってこんな赤い髪の人知らねえよ。佐々吉だよ、佐々吉。佐々吉くん、あ、ちょっと、大きくなっちゃったけどな。むっちゃ大きくなったよ。ああ、俺今身長160センチくらいだけど。190以上あった。おかしいだろ。ああ、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 痛い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 。ああ、いや、元気そうでよかったよ。あ、同じ学校なの？え、参考？佐々木君も参考なの？マジで？だって、おかしくない？角を走ってって、角と角でぶつかったってことは、佐々木君、参考から出てきたってことになるよね。学校一緒なの？学校一緒だよ。道間違えちゃったのかな？あれだよ、逆の方向だよ、参考。ピンコー、急ぐな、じゃあ。俺、ダッシュするよ、俺。じゃあ急いで走ろう、お互い。ちょっと待ってくれ。何？おい、喉乾いた。何？コーラ飲むよ、コーラ。なんでだよ、なんでコーラ飲むんだよ。あー、コーラ超うめえ。いいから、佐々木君、早く肛門閉まっちゃう、肛門閉まっちゃう。じゃあ俺投げてやるよ。なんで、いくよ、いやだい、いけ。あ、間に合った。あれ、佐々木君は、おい、締められちゃったよ、もう。佐々木君、あとは頼む。何、俺は上から回る。人任せだ。登れるから、身長120センチもあるから。あ、登っちゃった。よし、じゃあ二人でとにかく教室に行こう。ガラガラガラ、すいません、遅くなりました。二人とも遅刻よ。先生、ビジもうそんなこと言ってもおまけとかしてあげないんだから、早く席に着きなさい。どういうおまけなんねん、バカ。先生、どうしたの？愛してるよ、ベイベー。まあ、もうマセなんだから。あ、いけない、先生、洗濯機、洗濯物にかけっぱなしだった。一回、家に帰るね。なんて学校生活だ。はい、終わり、終わり、はい、ということで、反省会しよう、早速反省会しよう、ということで、はい、まず、やっぱり主人公はね、いきなり無理あるよ、うん、主人公、でもいい主人公だったよ、うん、そしてね、うん、いきなりお母さん出てくると思わなかった。お母さんが、お母さん、ちょっと待って、お母さん出てきた。俺、まさかお母さんなしで来ると思ったんで。お母さん、お母さん、しかも玉巻きかぶせてきたから。お前、コレステロール値上げすぎだよ。上げすぎだよ。卵大好きだもんね。卵大好きだったんだ。ただ牛乳をね、うん、最初に入れてくれたのはちょっと良かったかもしれない。確かに確かに。あそこ以外でちょっと牛乳飲む習慣なかったかもしれないから。ね、でもここでガチで飲む必要なかったよね。でもね、でも俺もちゃんと飲んだよ。飲んでたけど。映像ないのに2人とも飲むっていうね。これ、しっかりと飲むみたいな。なんで飲むんだよ。ちゃんと空っぽになりましたね。そこはちゃんとやんなきゃダメなのかな。なるほど、うん、ちなみにお母さんは何歳設定だったの？え、83歳。お母さん、ずいぶん高齢出産したんやな。お母さん、お母さん元気。高校生でしょ、80何だっけ。3歳。83で16の子供が生まれちゃったわけでしょ。ってことは60、67歳ぐらいで産んだってことだよね。でもだいぶ83歳感は出てたよ。元気だな。でもね、頑張ってる感を出したの、うん、83歳なりに頑張ってる感じ。でもちょっとボケ始まってるよね。卵2個来たわ。でもよかったよ、そのなんか主人公っぽかった。あー、ほんとですか。主人公っぽかった。まあね、
ね、まあ角を曲がったらね、可愛いことぶつかるのかと思いきや、ごめんね変なの来たよね。ちょっとね、いや佐々木さんがね、そこで出てくると思わなかったんで、はい、持ってるね、いっぱい持ってる、でかいの来ちゃったね俺の中では。なんか教室開けたらなんか、ヤンキーがいるとか、かと思ってたら、でもそんな悪いやつじゃなかったの、めっちゃいい人だったもんねただちょっとでかすぎた190cm だった驚いちゃった。じゃあ俺の中でね、走ってきたら、なんかあのりょうたんみたいな子ができて、どんつって、あっつって、あごめんなさいつって、あか、かわいいとか言うセリフちょっと蓄えしたのに、佐々木さんが当たり、佐々木さんが当たりに来ると思わなかったんだよ。そこはね、ちょっと、スタートでやっぱり、うん、まあね、そう、そう、そんなまさかね、小学校以来の、ね、はい、もう何が出てくるか本当わかんなくて、わかんない、ね、わかんないよ。そんな中で、なんか SE 担当してたよ、金銭担当やって、ね、まあ急がなきゃいけないためだって、学校向かってたけど、急がなきゃいけないのに、ポパイでもなんでもないのに、ほうれん草みたいな感じで、コーラ。ちょっとコーラ飲みたくなっちゃった。むちゃくちゃだね。コーラ好き感はものすごい出てましたね。出たよね。あと投げたよね。投げた投げた方がいいかなと思って。間に合うかと思って。間に合う、うん、そう、小さいからね。小さいからまあ、うん、ね、あれだね、門が閉まっても上から、うん、投げたら俺が間に合わなかった。そうで結局待ってて2人とも間に合わないっていう、ね。そうね、結局間に合わなかった。間に合わなかった。そう、間に合わない。でもまさかね、先生まだ。ドア開けたら。先生かと思わなかった。開けたら先生出てきたよ。生徒かと思ったら先生をやらなかった。でもここで閉めたと思ったね。ちょっと驚いたよね。うん、あの遅くなりましたとか言って委員長かなんか出てくるかと思った。そうなんか、あきぶくん佐々木くんっつって。ダメでしょみたいなね。でもどっちにしろ先生で入ってきてくれたから、うん、これはあのセリフ言えると思って。あのセリフ ね、うん、すごい期待してた。だけどあの声で言われたらちょっと。もっとなんかイケメン声で来るかと思って、多分みんなもドキドキして待ってたと思うんですけど、今言っちゃよかったらイケ声で。いやですよ。今イケ声で。これラジオドラマだけのこうあれだから、ね、お楽しみ、ね、お楽しみだ。まあでも洗濯機はいい具合ですかね。俺忘れてたよ、ちょっと洗濯機。洗濯機何度か入ってきたね。どうしよう、お母さん洗濯しようかなと思ったんだけど。お母さんで来ること思ったんだけど。そう、いや、お母さん83歳設定だから早く動けないと思って。あ、だから俺そ最初洗濯機、最初お母さんで洗濯機の下りなな言えなかったから、あーって思ったんだけど、次でどこで行けるかなと思った。そうだ、そうだね、洗濯機のチャンスもあったもん、うん、すごいセクシーなんだけど、超おっちょこちょいなの、設定がね、うん、なるほどね、いいね。洗濯機取りにあれだ、おっぱいものすげーでかいから、分かった。あそ、じゃあそれを見ていきなり告白しちゃったんだね。あ胸見て言ったじゃんっていうね、はい、感じだったんだね、今回は。いやでも面白いね。面白い。いや意外となんとかなりましたね。どうだったんですかね。まあ皆さんがね、どういう風に感じてくれたかというのは。はい、感想をぜひぜひ。ね、まあまだちょっと今回テスト放送も あるんですけど、まあでもテスト放送と言いながらも多分こんな流れでしょうね。はい、ね、すごい楽しい。これはでもなんか入れても面白いかもしれないですね、うん、この、うん。なんかじゃあ他にももっといい。だから次のテーマとか。あ、この手でやってくれとか。募集したいですね。ああ。この。そうですね。そうですね。隔週でやっていくんですもんね。そう。なので次の。なんかご意見もらったじゃあそれ反映させて、そうコメントとかもね、こちら、ぜひぜひ、なんか今思いつかなくてもそれぞれのツイッターとかで、うん、こんなんどうですかみたいなあったらね、そうああ出た単語じゃあチョイスしてお互いこうなんか振り合って ね、 ね、言わなきゃいけない、こんなん言ってほしいみたいな、急に大阪弁になったから突然大阪弁になったらでもうね、気づくとね5分前の、やばいですよ、早い、早いな、早いよ、なんか自己紹介しっかりしないまま終わっちゃったけど大丈夫、しとこしとこ、フリートーク最後に告知もしとこ、はい、告知しましょう、うん、2B なんですけど、うん、主催ライブを9月に9月の1日にやります、はい、おおすごい、明日は牛乳の日っていう、はいはいはい、これね、はい、9月2日が、はい、黒磯観光協会、はい、うん、っていうところがですね、やっぱ牛乳の日、牛乳の日と定めているので、じゃあ PV 祝いということで、じゃあ飲んでください、もう飲んでるんですけど、ね、いやもう一個あるん、なんで知ってるんですか、ちょっと、うん、はい、どうぞこれね、やっぱこう関係なくない今日、はい、はい、どうぞ、ね、明日は牛乳の日、はい、ということで、はい、たくさんのゲストの方に来ていただいて、ほう、やっております。場所が神田ミーファーというところで、神田からの南口から徒歩1分ぐらいで、はい、結構近いので、近いので、ぜひぜひ、はい、皆さん牛乳を持って、ね、ぜひぜひお越しください、牛乳いっぱい持ってきてください、ね、大丈夫ですよ、はい、本当に、はい、坂道さんは何か、あ、俺はもういつもゆっくり先にもっとあれば、あ、本当ですか、あと、はい、
僕らが協力してる動物たちの遠吠えっていうエンタメ動画があるんですよ。エンタメ動画、はい、これはあのアニメーションなり映像なり短い短編集をこうつなぎ合わせて、うん、でこの目の前 の, あのダチョウ君と、うん、クマ君がですね、はいはい、あの MC トークしながら、へえ面白い、はい、ですね、っていうのがあります。ショートの短編の、うん、なんかこう実写だったりアニメだったり、うん、いろいろ、はい、たくさん盛りたくさんでギュギュッと もう詰め込んであるので、よかったら見ていただければと思います、はい、ニコ動と YouTube で見れますので、はい、ぜひぜひチェックしてみてください。ぜひぜひチェックしてください。はい、はいはい、あとね、佐々木さんに差し入れを今日持ってきたんですよ。え、なんすか。コミケとかでほら佐々木さんが忙しかったじゃないですか。はいはいはい。で、うん、おまけというわけじゃないですけども、出た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 、これ知ってる、出た、あこれこれね、これコミケの近くのコンビニで、そうなんか先着順で配ってる。出た出た出た、俺ね、これもらえなかったの、これを知らなくって。シールなんですね、それは配ってたら先着順であげますって言ってて、これちょっと似てるな、あれあれあれ、これあとリボンつけたら、これリボンつけたら髪短いから伸ばそうかな。そうなんです、ありがとうございます。最初の差し入れで、はい、やったー、ハロー PC 大好きですからね。もうそんなのでもう1分も1分ちょっとぐらいしかないんで、はい、まあ、今後こんな感じでやっていくということで、はい、他の企画ももろもろもろだくさんで、もろだくさん、すごいね、もろだくさんつまんない、つまらないって言っちゃったあれ入りきらなくなっちゃうから ね、はい、うん、でもいいね、これ即興ラジオドラマ超面白い、すごい楽しかった、いや主人公大変ですよ、いきなり考えろって言われて、いや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 、いや、まあ佐々木さんの登場の仕方ちょっと意外面食らったけど勉強になりますね。いやいやいや、そんな、こちらこそ楽しかったですよ。はい、はい、ということで、はい、まあ、次回またぜひぜひ、次回のお題はじゃあ、はい、うん、いつまでに、ツイッターで募集して、そうですね、まあ、大体隔週でやるんで、まあ2週間後くらいにまた放送になると思うんですけど、はい、よかったらそれぞれのツイッターでこんなどうですか、ね、とか言っていただければ、ね、言ってきたらちょっとね、いい始まる前に話して、じゃあこれにしようみたいな感じでちょっと始めようと思うので、うん、ね、はい、あ、面白かったって、はあ、また聞きに来ました、ありがとうございます、ありがとうございます、ということで、はい、はい、もうこちらもそうそう終わりが近づいてきましたけど、ああ寂しい、ほんと楽しい時間ってあっという間ですね、そうなんかなんでかっこよく締めよう、かわいく締めようと思ってんだよ急に声作りやすい楽しい時間ってあっという間に終わりますねねえ、ここでここでかっこいい声でやった方がいい、愛してるぜベイビー誰、いや最後愛してるぜベイビーで終わらせない愛してるぜベイビーベイビーで、じゃあみんなで終わらせますか、じゃあみんなで終わらせますか、はい、じゃあちょっとまた次回も見ていただければと思います、はい、次回も見てください、はい、あ、見て聞いてください、じゃあ行きますよ、はい、せーの、愛してるぜベイビー、ありがとうございます、ありがとうございます、バイバイキン、バイバイキン、にょっ。